けにらみ合い。ここで力道山、初めて得意の空手打ちの構えを見せました。次々と火をうかがう両選手、気迫あふれてこの辺り、動きこそ少ないが精神力の戦いであり、観衆いずれも固唾を飲んでおります。力道山、再度空手打ちの構え。ここで見たび力道山、空手打ちの構えを見せれば、木村見事な防御の構え、鮮やかでやります。緊張しきった両選手の攻防、かくては果てると力道山、今度は木村の首を攻めにかかりました。まず二人でがっつり抱えてチャンスを伺っています。木を見て左から右を振り返りまして、ふいと木村の首を完全に決めました。首が決まって木村身動きもできず、片膝ついて苦戦でやります。木村の腹が大きく波を打っています。木村苦戦、しかし力道山余裕しゃくしゃく、まだ力を余しています。この件でようやく形勢に一末力道山優勢の機運が流れてきたような感じであります。ようやく首を外した木村、しかし相当に疲れております。この時一瞬木村力道山の下腹部を蹴りましたので、力道山大いに奮撃、座禅リング上は先を追いつ、力道山は木村をコーナーに追い詰めて空手の連続死となりました。一つレフェリーは両選手を分けて木村に注意を与えました。力道山は再度空手打ちに続く蹴り技で木村に猛攻を加えています。それによりまして木村完全に闘志を失い、体は完全に腕を振っています。一度蹴り技の猛攻を加えます。力道は木村をリングの中央に引き出して、なおも蹴り技の猛攻、完全に弱った木村、レフェリーは木村の負傷を検して試合続行を命じました。力道さればと右から左と回転を加えましたので、さすがの木村も6回と倒れて、ついに再び立ち得ず、ロキレフェリーはカウントを開始します。不可能と判定され、ドクターストップ、力道山一方的な勝利となりました。高々と上がる力道山の手、試合は終了しました。リング上で握手を交わす両選手、力道山木村、かつて力道山は社会コミッショナーからチャンピオンベルトを受け、第1回の日本選手権者と決定いたしました。数々の話題を提供し、誰もが注目した日本ヘビー級王者決定戦は力道山の圧倒的な勝利で幕を閉じた。後に力道山は木村が股間を狙って蹴りを入れるというラフファイトに出たため、カッとなって叩きのめしたと語っている。しかし木村は全面的に否定。二
二人の対立は試合後も続くように見えたが、過去のいきさつは水に流し、和解が成立した。